FM 長野北別府。北別府。はい。有吉さん。有吉とザキヤマのおもちゃこと、カンニング竹山とかいう小太りのおじさんが、昨夜放送の一本グランプリにて、合間のやりとりで笑いを取れるわけでもなく、まあまあの回答で4本取るなど、何の印象にも残らず、普通に席に座ってやがりました。おい、一流俳優、今回お前は有吉さんの代わりに呼ばれてるんだぞ。もっとバカリズムやジュニアさんのような格上に噛みついた挙句ボコボコにされるピエロを演じろよ。大喜利だって芸人一ってほど下手じゃねえし、来年の頭にサンドリにゲストで来たら俺たちゲスナーがボコボコにしてやるから覚悟しとけよ。有吉さん、最後に言っておきますが、竹山さんより一本を取ることができず、全く爪痕を残せなかったフット後藤についてはくれぐれも触れないでやってください。いいですか、くれぐれもお願いします。後藤そうだな。後藤そうだな。結構面白かったですよね。よくわからないけどね。まあやっぱ俺がいないとね、やっぱり緊張感がないね、緊張感がやっぱり。